どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。今回はですね、前回の動画でデイキャンプ、成田夢牧場にデイキャンプに来てるんですけれども、購入したこのホットサンドメーカーですね、確かねセカンドストリートで1200円ぐらいで買いましたね。こちらを使ってこの銀だこと、クロワッサンたい焼きと、普通にパンですねを焼いていきます。本当はなんだっけ、ゆるキャンの肉まんを焼くやつやりたかったんですけど、売ってなくてどこ行っても、でセブンイレブン4店舗ぐらい回ってやっとこれ見つけたんで、どうなるか楽しみですね。もう疲れ果ててお腹ペコペコで暑くてやばいっす。では早速試していきまーす。楽しみー。はい、じゃ あ乗せていきまーす。もう相当分厚いんですけどね、どうなんだろうこれ、大丈夫なのかな。まあ余ってももったいないんで全部ねわしゃ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 と乗けていきますね。焼けるのかな、多分もうこのままでいいっすね。ほんと、はい、これでパターンですね。これさ、思ったけどどうやって挟んだらいいんですかね。ちょっとやってみるか、縦にこのまんま勢いでいくか、せー、よし、あ、いくね、すごっ、押し込む、押し込む、よし、オッケー、あとは焼くだけ。じゃあ着火します。岩谷自体もこれすげえ久々に使うから心配、見えないね、火が昼だから。まあちょっと火力は高めでいきましょうか。いや弱めで一回中を溶かしたいね。じゃあ初めてのホットサンドメーカー開けてみます。おーすごい、ジュージュー、もういいのかなこんなもんで、お腹すいたんでもういいかな。やばいやばいやばい、チーズが、反対側も見てみるか、こんな感じですね。じゃあもう止めます。あっつ、オッケー、じゃあ切ってみますね。切れないかな、切れないな、これ切れた、あっつ、チーズあっつ、あ、切れないな、この、あいし、チーズ多すぎた、やばい、見てくださいこれ、はい、こんな感じですね、はい。グロテスク、あっつい、持てない持てない、じゃあ冷めないうちにいただいちゃいと、いただきます。はい、ではいただきます。うまそう、うん、うん、うまっ、やりすぎ、チーズ濃厚、絶対ハム1枚チーズ1枚の方が良かったですね。ホットサンドうまいわ、これはまたあと1、2回やってもいいですね。では続いて銀だこやってみます。これは本当は電子レンジの調理らしいですけど、すでにうまそう。これを無理やり温めてからソースかけて食ってみます。はい、ではこの子たちをピシャンと潰していきます。で火をつけちゃいますね。なんか火加減が難しいですね。はい、もうなんか食べれそうなんで、もういいかな、皿にあげてソースかけちゃいますわ。はい、完成品がこちら、普通にうまそうですね。ではいただきます。熱いだろうな。
サクサクですよ。すっごいサクサク。いただきます。うん、え、うまい。もうこれ銀だこ、うまっ。はい、ごちそうさまでした。いや、ほんと美味しかった。たい焼きも美味しかったし、全部普通に火が通ってサクサクになったし、ホットサンドも美味しかったっすね。買ってよかった。セカンドストリートで1200円のホットサンドメーカー、マジで買ってよかった。で、今日作った中で順位をつけるとしたらですね、一番美味しかったのが、まあ一番美味しかったものだけでいいですね。これですね、銀だこ。これ本当おすすめですね、セブンの銀だこ。たこ焼きをキャンプでやりたいなって思ってましたけど、もうおそらくね、これを買って済ませるんじゃないかなと思います、今後。車通った。なのでぜひ皆様、銀だこ買ってみてください。はい、というわけで、今回の動画はこちらで終了させていただきます。よかったらですね、チャンネル登録、高評価どうぞよろしくお願いいたします。バイバイ。